ったー、ヘッドスライドにフルスイングのセットできましたよ。よし来たよ。低い低い低い、これいいサイズ。うおー、ユーマズメ最後締めの一匹やってくれたね。もう何とかしてみようかな。フルスイングとヘッドスライド大活躍です。はい、この流れにドリフトさせてね、5グラムシンカーで流してきたらガン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 って食ってきたよ。また食った、レンチャ。おーすげーぞ、フルスイング。餌餌餌確定、すげー、いっぱいバスいんだな。おーい、ちょっとサイズは下がったけどね。いやーすごいぞフルスイング。はい、またまた元気な、おー暴れそう暴れそう暴れそう、この子が元気、まだまだ泳いでる気に。いやーすごいよねえ。ワームによってはね、流れが速かったり釣れないやつは釣れないと思うんだ。この組み合わせが、うお元気なんでね。ちょっとねサイズは下がったけど連チャンしました。はい、じゃあ逃がして次狙っていきます。こんな流れの中にいて、いやーこれなんだろう、すごいぞレイドジャパンセット。黄金、まあ色とかね全部合ってんだろうけど、ちゃんと沈めると流されてくるね。多分なんか待ってんだろうね。おまただ3頭連続、3頭連続、でかい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 、あバレた、すげえやっべえ、うーんパターンですな。このなんだろう、色とかがカエルかなんかと間違ってんのかな。今のはねちょっといいサイズだった。あーさすがにね、すぐバラしちゃったが、ちょっと反応がバーってみんな逃げちゃったかな。いやーもう真っ暗になるから帰んなきゃいけないんだけど、いるとこにはいいんだね。ちょっと沈めて丁寧にジグストっていうよりシェイク、なんかシェイクしてビロンビロンさせるとカカカカンってね食ってくるね。あーちょっと今バラしたのやばかったかな。一匹釣るごとにねちょっと遠めのあっちの浅いところまで行ってちゃんと逃がしてるからね、ここでバラしちゃうとバスがなんか変なのが来てるってバレちゃうのかな。なんだろうね、この激流のこんな中にいるんだよ、すげえな。案外流れにこう逆らってくる感じだとなんかたまたまなんて食わないです。やっぱ上からなんか流されてきたよって感じの誘いが今のところ聞いてましたね。こっち警戒信号入れたからちょっとこっち遠め、一回下に下がっちゃったかも。確信部に、まあ、流れの一番早いところに一番でかいのはいたね今日の。下流側でね何発かミスって、ありゃダメかなと思ったんだけど、あここにもいるんだ、ここにもいるんだ。この前来た時はねこっち流れがね結構早すぎてね、ほんとルアー全然泳がせらんないっていうか、うまいこと操れなくて、で今日はなんかねちょっとこっちの方が色こそ濁ってるんだけど、すごい流れのスピードとしてはいい感じのスピードだったんで、試してみたところヘッドスライドとフルスイングのねジグスト、具合よくね
あげたのは2匹でもね、反応はね結構あったんでね、短時間ですけど楽しめました。ただのノンゴシンカだとちょっとさーって流れてっちゃうんだけど、5グラムぐらいのね今頭がついてるから、あと結構やっぱ濁ってあんまり見えてないと思うんですけど、このね絶妙に細軸の針がねしっかりとね、まあ何本かばらしてるけどね、あこれはあげたいっていうね45ぐらいのやつはしっかり上がってくれたし、そんで全然直してないですけど針先というか針は曲がってないから、まあ具合いいですねこれ。ちょっともう何個か買おうかな。うわー食ってた。またいや超よそ見してた。いやーダメじゃん。もしかしたらまた最後に群れ刺してきたかもしれない。ラストかな。おお、えぐれ。やばい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 。よいしょ。よいしょ。よいしょ、ラストかな。ああ、元気元気。はい、いい感じでかかってる。ラストかな。サイズはね。40あるなしってところかな。どうかな。ヘッドスライドオレンジがねすごい感じで輝いてますけどもね。はい、一発見ましたよ。じゃあね逃がして、いやもういい加減ちょっと暗くなってきたな。ちょっと帰らないとやばいかなって感じですね。あーでも投げたい。あーもっと投げたい。あーし、はい、まあ逃がしますこいつは。はい、サンキュー。まだ帰らない。当たり出だしたのに帰ってどうすんだよと自分に言い聞かして、いやーこのね竿で魚かけるとね気持ちいいんだよね。まあなんだろう、ホワイトウルフでグイーンってこうね当たりがカンカンカーンって入って、でよっしゃーってこう合わせてからのグイーンっていうね感触がね本当麻薬物質が出るねこの竿ね。でまあリールは今グラビアスのギアヒ7のものですけど、これがねまたオーバーヘッドでもピッチングでもねヌルヌルヌルスーってねいい感じで入ってくれるから、こういうちょっと込み入った流れの芯みたいなとこに入れるときも投げやすいし、いやーユーマ詰めだけ来てみたけど、結構どうだろう、これ4、5匹はまだ、でも上げてんのは4匹ぐらいかな。でも当たりはねすごいいっぱいもらえてるんで本当ありがたいです。いやでも帰んないとちょっともうマジやべえなっていう、真っ暗になってきましたね。これもねこの濁りが取れちゃったらね、普段ねここねこんなにね連発できないんだよな。クリアで魚が結構スッて見切っちゃうから、結構ライトリグみたいなのとかねちゃんと入れないと釣れないんだけど、まあブルフラットとかでねガツンって食うことはあるんだけど、
こんなに短時間で連発するのはこの濁りが入ってくれてるからかなって感じなんで、この濁りもね、回復いつ回復しちゃうか、回復しちゃうとそれで終わりだから。ほんでこの前来て、でちょっと夕方やってみたいなと思ってね、来てみたんですけど大正解ね。だね、スーパービッグが釣れるってわけじゃないけどね、この釣りたいルアーでコーンって40ぐらいのがね、いい感じで釣れてくれてるんで、もうねめちゃくちゃ楽しいっす。よし帰ろう帰ろう帰ろう、やばいな。さあやっちまいました。ブレアウィッチプロジェクトな時間です。あんだけ当たっちゃうと帰れないよ。釣り人だもん、だって釣り人だもん。もうあとね15分早く出てればもうちょっとマシだったのかなと思うと、ちょっとね大人なんだから、もうちょっと早く釣り場でね出ようよってね最近思います。この前はねサクッとちゃんと変えてたんだけどね、今日はねちょっと変えれませんでした。道がわからない、道がわかりません。良い子のみんなはねダメだよ。でもね、釣れっから。ああどうやって上がろう。はい、というわけでね、これまあ大きなサイズ釣れたよってとこで、もうあれでねちょっと太陽の塩梅的にはもう日も沈んでしまって、帰りね結構山登ったりしなきゃいけないのでやべえなーと思いつつ、でもね投げ込んでみたんですよね。もうそしたらね、ほんとね連発でしたね。夕間詰めの一番最後のいい時間っていうのもあったんだと思うんですけど、それプラス何ですかね、程よいねこのヘッドの重さとワームの重さととかいろんな要素があったとは思うんですけども、一時入れ食いっていう感じでね、危うくっていうか、もうちょっと帰り道ね山真っ暗になっちゃったんでね、怖かったですけども、まあいっぱい釣れたよっていうことで、まあね相変わらずのこのフルスイングにヘッドスライドの組み合わせなんですけども、あんだけ釣ってもね、ほんとねまだ未だに針は健在ですよ、針先は、健在ですよっていうことで、ほんとねこの固めのセットがねいろんなとこに投げ込んでねバーンとかぶつけてもあんまりずれないしね、でワームがなんか力強くね動いてくれるのと、固めなので全然ね何匹釣ってもね壊れないっていうね、すごいねコストパフォーマンスが高いななんていう風に、感じましたけども、普段ねあそこノーシンカーを流し込んだりして釣ることが多く、こうドリフトさせてね流れにこうドリフトさせて、釣っていくパターンが多いんですけども、ちょっとねこの 5g っていう軽めのねヘッドスライド使うことによって、その着水からバスのいるレンジまでしっかり落ちてくれて、ちょっと濁っていたっていうのもあるんですけども、何回もねノーシンカーとかブルフラットとか表層をこう入れて流してみたんですけど、ちょっと流れが早いいつもよりっていうのもあって、さーって流れてっちゃって、こうバスが追う前に多分そのね、そのポイントから外れちゃっていたと思うんですけども、今回に関しては例えばこの 5g のヘッドを使うことによって、これよりで重いとしたね石とかなんか木とかゴチゴチ入ってるんで根がかっちゃうんですね、ちょっと重めの例えば8分の3オースのコンツアジグとかだとストーンって入っちゃって、あかかってスタックしたって言ってねこうポイント荒らしちゃうんですけども、絶妙にねこいつ 5g プラスこのボディっていうことで
着水からちゃんと入り込んでくれて、でバスが溜まっているであろう淀みみたいなところで、しばらくの時間ね、ちょっとのほんのちょっとの食わせの時間なんですけども、そこにいてくれたっていうことで非常に使いやすかったなと。友達とこの前釣り具屋さんに買い物行った時に、このヘッドスライドがいっぱい並んでいて、なんか動画で釣ってたよねって言って、あれ5グラムがいいのをね、5グラムが釣れるのなんて聞かれて、でだからまあそのポイントによってはこの5グラムがベストだったよっていうことなんですよね。だから自分が行く釣り場でもうちょっと食わせのところが深めで効率的に探りたかったら、もうちょっと重めになるし、だから5グラムがいいっていうわけではなくて、そのポイントに合わせて自分の手持ちのねルアーいろいろと一番その時使いやすいように、うーん、重さを調整する、レンジをコントロールするっていうのが一番大事なのかなって思って、まあそこら辺をねちょっと友達には伝えたかったんですけど、多分あんまり伝わってなかったので、あ、5グラムが釣れるんだねみたいな感じで、いや、そういうことじゃねえんだっていうのはね、ちょっと言いたい、多分この動画見てくれてるとは思うんで。だからそのまあ自分の行く房総リザーバーとかね、亀山とかね、戸面とか三島とか、はじめまあ霞水系で、霞水系でやるにしても、そこの攻めたい護岸とかの深さが超シャローな、もう竿先突っ込んだらすぐカツンってつくようなとこなのか、比較的2メートルとか 1.5 メートルとかはあるんだよとかね、その状況によって変わると思うので、まあそんなところでね、いろいろ、まあ何種類かね、これっていう重さを持っていて、そのポイントに合わせて使い分けていくといいんではないかな、なんていう風に感じました。今回に関してはちょっとね、すごい浅めのところで、このぐらいの秒数そこに保持してもらいたいっていうのがあって、この組み合わせを使ったところを連チャンモードに持っていけたっていう、こういったことでございます。まあね、まだまだね、これ最初の一本がね、こう元気に残ってくれているんで、引き続きね、打ち込んでいこうかななんて思いますけども、ほんとね、すごいパワフルな後ろのね、水押し、それにこのふわふわふわーんとしたね、フレア感満載のスカート、それに一番いいのはね、このピンシャンで、比較的こういったルアーにしては細軸の鋭いフッ素加工の針、ね、ここら辺の組み合わせが肝なのかなっていう風に感じましたよ。というわけで本日の釣り講 TV はこちら、レイドジャパンのですね、フルスイングとヘッドスライド、この組み合わせでね、レンチャンモード、入れ食いモードに持っていけたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。Thank you.